はい、こんにちは。はい、こちらですね、西場にあります日本酒とワインのセレクトショップ、主砲西浦さんからお送りしております。それでは参りましょう。主砲西浦の3分ドリンキング。はい、ということでございましてね、始まりましたけども、主砲西浦店主の西浦さんでございます。よろしくお願いします。ということでね、はい、3月下旬なんですけどもね、はい、まだ寒いですね。めっちゃ寒いです、うん、はい、いやいや、桜の季節と言いますが、まだ寒かったり、まだ暖かかったり繰り返してね、これからもね、三寒四温宿泊していくでしょうね。三寒四温のもとに、はい、はい、ということで、またね、美味しいお酒をね、ご紹介いただきたいと思うんですけども、何ですか今日は。はい、今日は特別です。お、群馬の町田酒造さんのマックス大吟醸をご紹介しようかなと、うん、あのですね、うん、なんかどうしたんですか。世間的には、うん、結構手に入りづらいお酒だそうで、そうなんですか。なんかね、ちょっとあのおしゃれだなって思いました。黒いパッケージで、ね、黒いパッケージでシックな感じで、うん、そうなんです。僕も初めて見たと思います、うん、はい、我が人生の中で。本当にあの店頭に並べることはほぼないお酒、はい、あ、そうなんですね、はい、並べてないだけで、はい、はい、まあ言っちゃえば入ったり入んなかったりで、うん、ちょっと珍しい、うん、うちでもなんていうのかな、うん、言って欲しいですって言ってもらえなかったりすることがあるお酒なので、うんうん、あの毎年ありますよとも言えないやつなんですけど、うん、はい、あの今回はちょっと瓶をぶつけてしまってですね、なるほど、あのキャップが緩んじゃったので、緩んでた、はい、売り物にならないな、はい、って言って、はい、で、あの、あ、そっか、じゃあ今まで入会 したところで飲んだことないんで、うん、じゃあちょっと味見てみようかな、おお、なるほどって思って。ただちなみに興味のある方は買える状況なんですか。あ、買えます、買えます、買えますって、はい、はい、あの、まあお一人様というか、はい、あのグループで来られても、うん、1本ずつでお願いしているんですけど、なるほど、お一人様、はい、お一つ限りということでね、はい、あの取り置きも不可でございます、はいはい、それだけちょっとみんな欲しがっているようなやつらしいです。これはなんかドキドキしてきますね。ね、ね、初めてですからね、ちょっとびっくり、はい、じゃあね、行ってみましょうか。ね、行ってみますかね、はい、名前何でしたっけ。マックス大吟醸です、ね、マックス大吟醸、はいはいはい、いっぱい飲んでくださいよ。あー、すいません、おー、やばい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 、すごい、ニコちゃんマークが珍しくゆらゆらしてます。珍しく大きく大きく、ね、日頃からゆらゆらしてますけどね、うん、多くゆらゆらしてます、はい、はい、すごい、あ、やっぱり透明で綺麗ですね、はい、すごいね、はい、もうこの、うん、注いだとこからもう香りがすごい、あー、すごい、おいにが素晴らしい、すごい華やかな、うん、ゴージャスですね。あ、いい、うん、はい、すごく、このまま2時間待ってもいいかな。どうぞ、さすがに重たくなっちゃう。、はい、いただきます。じゃあいただきますか、ね、はい、いただきます、はい、なんだこれ、おい。これめちゃめちゃ美味しいですよ。すごい華やかですね。ちょっと待ってください、これはすごいですよ、お客さん。あの多分動画見られてて、うん、うちの私を知ってる方からしたら、うん、おい西浦飲むのかいと。あら、そうなんですか。そのレベルですよ。え、何がどう違うんですか。あの私こういうこっち系の香りの系統苦手なんで、うん、あ、ダメなの、ほらダメなんですよ。だけど美味しいですね、うん、僕すごい好きですよ。本当ですか、うん、めっちゃめちゃなんか甘いところから入って、途中からこう辛口というか、そうドライな感じになって、おうまい緩急がね、うん、こう私の中をこう桜の吹雪のように全く表現が下手くそですけども、ね、こう飛んでいく感じのね、そういうなんか、ね、シンプルにね、多分あの何の情報もなく、うん、飲んでっつって渡されたら、うん、で、なんていうのかな、あの辛口のお酒とかなんとかっていう人じゃなければ、うん、皆さんこれ美味しいって思う。美味しいですよ、はい、うん、そうなんです、
美味しいですよ。あ、本当ですか。本当に。うん。毎年出てらっしゃったわけでもないですね、さっきの、ね、いやいや、毎年は、毎年は作ってるんですけど、うん、毎年は入るんです。何がどう違うんですか。まあこれ山田錦の 35% 磨きで、うん、かなり香り、かなりって言うのも香りいいですよ、うん、あの、うん、うちのお酒では一番香りがマックスな、うん、お酒なんで、うんうん、まあまあ、なるほど、あの、やっぱり世間で受けるお酒ってこういうもんなんだろうなと。はい、いや、ぶつけてくれてありがとうございました。なかなかね、あの、いやいや、冗談でしたけどもね、キャップがね、はい、こんなへこんじゃったんですよね。すごい、でも、うん、でもなんか飲ませていただけるきっかけがあったので、すごく私は幸せなんですけど、ね、どう思いますか。あの、いや、私も普段こういうお酒飲まないんで、うん、勉強になったなって。いや、本当そうですよ。飲みなよって言ってくれたんですよ。多分、多分。あ、そっか、そうです。飲みなよって。そうですね。言ってくれたんですよ、たまには。町田さん、ありがとうございます。いやいや、いや、これ美味しいんですけど、実際こう、飲んでみて、合わせたいお料理だったり、飲み方とかどうですか？ないし。ないらしいです。実際にって言っちゃうと、はい、あの、もう、これだけ香りが強くて、うん、それで冷たくしてしか飲めないお酒って、うん、単体で飲むのが一番ベストだと思うんですよね、うん、でもしくはもう本当に癖のないチーズとか、うん、なんか癖のないおつまみ、うん、で飲むのがまあいいんだろうな、うん、とは思います。あの食事、うん、まあ乾杯で、はい、こうコースでもないですけど、うん、なんかお料理がこう順々出てくるとか、うん、なんかであるならば一番初め乾杯でこれを一口飲んで、そこからスタートしてもらって、うん、こうアペリティフですよね。アペリティフ、はい、何ですかそれ。あの、食前酒。食前酒らしいですよ。そんな感じで飲むのがいいんじゃないのかな、ね、あの、はい、その辺はあのこういう系統好きな方たちがいっぱいいますので、うんうん、その人たちに聞いてもらうのが一番いいかもしれないですけど。確かに僕も合わせたいお料理とか飲み方とかっていうのはうなおさら分かんないです。もしかしたらこれデザート的に何か甘いものと合わせた方がいいのかなっていうのを話しながら思ったんですよね。なんかもうお酒の時点でもう僕は満足してしまったところがあって、これをずっとYouTube 見ながら飲んでたいそれぐらいこう続けられそうなお酒な感じがしました。ですか、はい、好きなお酒です。あ、本当ですか。はい、好きです。町田さん。はい、そうです。町田さんに対してのね。はい。いや、よかった。美味しかったです。出会えて。ねえ、なんか西村さん的にはまだまだね、これからお付き合いがこう続いていく、ね、お酒なんですかね。あ、そうそう、町田さんはもう随分、うん、もう20年近くお付き合いしてる、うん、そうですよね、自分でさんなんで、長さんはこちらのね、タイプとはね、なんかお付き合いしていくわけですしね、また飲みながら美味しくなっていって、好きになっていって、うん、ね、このタイプのね、お酒もね、好きになっていくわけでしょ。なんで固くなな。いやいや、いっぱい飲めないなと思って。いっぱい飲めないらしいよ。こっち系はやっぱり。あ、ダメなんだ。町田さんは飲めるんですけど、はいはいはい、飲めるっていうか、なるほどね、美味しいなと思うけど、いっぱいは飲まないな。なるほど、わかりました。皆さんすいません、ね、代わりにじゃあ僕は飲みたいと思いますので ね、はい、飲んでね、いや、美味しいお酒です、本当に。そうです、こういうのもね、なんかいいですね、うん、そうですね、なかなかない、うちのタイプとしては、うん、なかなかないお酒なんで、こういうのもありますね。興味ある方はね、はい、お足を運んでください。なんか細かったら短めに、ナイス、ナイス、はい、ないらしいですから、はい、じゃあ、締めます。それじゃあ、また次回も楽しみにしてください。バイバイ。